名古屋リフォークソングフォーユー、11月2日木曜日、時刻は8時を回りました。この時間は名古屋リフォークソングフォーユー、名古屋でございます。エリでございます。名古屋リでございます。はい、エリさん、はい、やってまいりました。第1回目、いや記念すべき第1回でございます。嬉しいです。ありがたいですね。楽しいです。そうですね、はい。さあ、まあこのフォークソングフォーユー、どういった番組なんでしょうか。なごみさん、フォーク歌手ということで、はい、活躍をされておりますよね。そうですね、もう常にもう、まあ、ナイフ、フォーク、スプーン、まあ、それだったらずっとフォークを持って歌っておりますね。そのフォークじゃない、マイクの代わりにフォークを。いやいやいや、ギター。違いましたっけ。ギターの弾き語りのフォーク。ああそうかそうか、ああそっちですね。まあ、英語のスペルがまず違いますからね。そのね、そのフォークソング、はい、そのフォーク歌手なごみさんとして、はい、あのこの番組では、ええ、まあ、なごみさんが歌ってもくれたり、うん、あとは弾き語りもあるということですね。あとは、はい、懐かしいそのフォークソングを聞いていただいたり、うん、そうですね、あとは、まあ、リクエストに答えたりしてね。そうです、はい、私たちのこのトークを楽しんでいただいたりと、そうですね、そういった30分となっております。30分ですよ、短いのよ。どうしますか、急いで。我々だって2時間生放送で毎週やっていた身としては、うん、そうですね、30分で大丈夫、足りるの、となってます。足りないけど。ねえ、足りないんだけど、はい、まあしょうがないよね。まあそうですね、まあ、そうやってこうフォークソング、まあ懐かしのあの名曲にね、こう触れながら、こう毎週木曜日はこの時間からね、うん、フォークソング、懐かしい歌を楽しんでもらおうと、まあそういう番組でございます。そうなんですよ、はい、で、あのやはりあのなごみさん、いろんなところでもフォークソングを歌っていると思いますけれども、はい、なんでそのフォークソングなの。そうですね、まあ、僕自身がまあフォークに出会ったのが、まあ小学校6年生ぐらいのところまで遡るんですけど、まあ僕がですね、例えて言うんだったら、まあファッションとかね、あと食べ物の話をすると、5分あれば足りるなんですけれども、まあフォークソングと、それから釣り、あと阿波踊りとか、そこら辺を喋ると、一晩でも足りない。はい、これ何の歌でしょう、元は。なんだっけ、幸子ですよ。幸子か、聞いたことあるなと思いながら。そう、まあ、一晩でも足りないのに、じゃあ30分足りないね。足りない、全然足りないです、はい、じゃあ聞かない方がいい。いやいや、聞いてください。で、まあ、その小6の時にね、出会いまして、それから紆余曲折ありまして、で僕がこうギターを持って歌い始めて、それでですね、3本の柱を軸に、私はこうやって、まあ、フォークソングを歌って届けているわけなんですが、その3本の1つ、まず1つ目がですね、まあ、これからさらなる発展を遂げていくだろう日本の音楽未来のシーンに、ね、こういう古き良き歌を残していく、いや大事、これを継承していく、継いでいくっていう、これがね、まず第一です。すごい大事、はい、うん、そして2つ目、はい、僕は1983年、うん、昭和58年の生まれです、はい、昭和58年というと村下幸三さんが初恋踊り子をリリースした年なんです、はい、その年に私はおぎゃーというね、おぎゃーと言ったかかね、もしかしたらね、さみだれはとか言いながらこう生まれたかもしれないんですが、いきなりフォークソング歌いながら、生まれたかもしれないんですが、その時なので、まあリアルタイムじゃないんです。そうですね、言ってしまえば、いや本当そうです。ね、僕が生まれる10年前に神田川大ヒットですから、うわ、はい、っていうので、僕みたいにリアルタイムで聞いたことがない人たちに、はい、俺たちが生まれるもっと前にこんないい曲があったんだよって紹介することが2つ目、そして3つ目、はい、これが一番大事です、はい、逆にそのフォークソングを、ね、辛い時も、悲しい時も、楽しい時も、仲間たちと一緒にとか ね、みんなで歌ったあのフォークソングの時代を生きてきた人たち、はい、青春時代を過ごしてきた人たちに、うわ懐かしいね、その時代にすぐタイムスリップできるじゃないですか、できます、歌って歌ってできます、ね、そしてうわ心に元気が出てきたよ、うんうんうん、心の元気につながること、うわこれが一番の、まあ、僕の、まあ、歌っていく、まあもうまあ、目的というかね、うん、まあ、そんなこと言ったらね、まあちょっとね、うんまあいいんじゃないですか、なんかちょっとあれですけど、いやいいんじゃないですか、何様だよってねなんかでもやっぱりなごみさんの、ね、あのファンの方っていうのは、はい、どうしてもやっぱ60代70代そうです、多いじゃないですか。そうなんです。でやっぱコンサートを聞いた後でも、うん、すごく楽しかった、懐かしかった、はい、もう涙が出たよっていう言葉をものすごく聞くでしょう。そうなんですよ、やっぱその3つのね、うん、3本柱で活躍、はい、活動しているなごみさん、ええ、もうそのまんま、はい、
ね、あの聞いてくださった皆様に心に刺さってるわけだから、うん、そうですね、いや素晴らしいことだなと思いますよ私は、ね、うん、本当にね、だから歌い出して、うん、僕が、まあ、歌い出したのが20歳の時なので、それから20年が経ったと、はい、いうところですけれども、ずっと、まあ、あのオリジナル曲も当然あるんですよ。そうですね、今のこれバックでかかってるものっていうのは、はい、僕のオリジナル曲 で、ね、青春花っていう歌なんですけど、はい、まあ、あの青春時代を思い出してということでね、こう青春つながりで僕の歌で青春花を、まあ、かけているわけなんですけれども、はい、まあオリジナル曲もあるんだけれども、うん、イベントやライブでは基本的に歌うのはフォークソングだったり、ね、歌謡曲だったりグループサウンズだったり、まあ、ニューミュージックと、まあ、いろんな、ね、その、ね、種類があるんです。種類があっても、まあ、そのじゃあフォークソングって一体どういうこと、あ確かにっていうところじゃないですか。フォークソングってみたいなところありますよね。フォークソング、ニューミュージック、だいたいその年代に言われてきたその2つの違いってじゃあ何って、確かに分からないとかいろいろあるじゃないですか、うん、で、まあ、これもまたね、もう今だからこそそういう垣根がないというか、うん、もうね、そうですね、うん、でもあるんですけれども、自分の中には第1期フォークソングブーム、はい、第2期、第3期ぐらいに僕の中では、まああの、あ区分けされてる部分あるんですけどね、ちゃんとね、こう区切りとしてこうあるわけだね、名古屋さんの中には。でそれを喋り出すと、うん、一晩でも足りないなので、うんうん、やめときますけど、幸子になっちゃうからね、そうそうそう、幸子じゃ名古屋にならないといけないんで、まあ、それはちょっと長いのであれですけど、そうやめとこ、うん、はい、うん、そうかそうか、なんだけど、まあ、基本的にはもうみんなが思ってるようなフォークソングのイメージでいいです。あのアコースティックギターを弾いて、ね、はい、みんなで歌ってる、いや本当にそのイメージ、そんな感じでいいです。私もそういう風な形、はい、だからそのフォークソングって聞くと、うん、もう三畳一間で、あこうこうなんと畳の部屋で弾き語ってる、こうってことはだいたい下宿ですね。そう下宿してる、神田川かもう神田、それがすぐ出てきちゃう。神田川の世界に引っ張られすぎだわそれ。すぐそれが出てきちゃうから。あそうですか。だから名古屋さんもフォークソング、ね、うんうん、歌ってらっしゃるし、そうですね、三畳一間のそのねアパートにいるのかなって思ってしまったぐらい。うん、いやいや、せめて4畳半フォークって言って。一畳プラスでね。やっぱなかなか今3畳半ってないからね。そうそうそう。でもね、あのね、ね、このまあ番組は池袋 FM さんでスタートしましたけれども、うん、はい、このね池袋のすぐそばに岸墓神、うん、の、うん、っていう場所があって、はい、岸墓神で僕はね、うん、住もうと思った時あるのね。あ、そうなんだ。でそこで見つけたアパートが畳で、ほんとそんな感じ、3畳1間、いや4畳半あった、4畳半、うん、3畳半でもなかった、確かに5畳だったか6畳、6畳もなかったなそれに憧れた時はある、やっぱ憧れるんじゃない。20歳の時にギターを持って物件を探して、やっぱ憧れるんじゃない。そうそうそう、3畳1間とか、あここいいなってね、三畳半とかね、そうなのよ、うん、あそう路面電車とか走ってて、あいいかも、あこれ最高だなみたいな、最高で、そこからまたね面影とか行って、そう面影の面影、そうあのね、うん、ところに楽器屋さんがあって、中古楽器なんですけど、うん、ヤマハのすごいいい楽器が置いてあったりね、なんかね、あここ最高だな、ここ住みたいなって思っていた時ありましたけどね、憧れは、憧れはあるんだやっぱり。そうそうそう、まあ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 、そんなね、まあ、そんな感じでフォークソング、まあ、歌謡曲、これは歌謡曲ですかフォークですか、そんなのは特にいいです、はいはい、あのもう昭和の名曲、うんうん、まあね、まあ、昭和じゃなくてもいいですよ、うん、さっき言った村下幸三さん、うんうんうん、のね、そうね、あの曲も平成になってからもいっぱい曲出してますしね、特にこだわりはありませんが、うん、はい、とにかく、この音源がある限りは、うん、そうですね、リクエストにも答えていきたいななんていうふうに思うんですが、ぜひぜひお願いいたします、そしてですね、はい、もうあのお祝いのメールがいっぱい届いてるんです。 ありがとうございます。ちょっとこれ紹介させてください、はいはい、ラジオネームはっちゃんさんからいただきました、はい、ありがとうございます。名古屋さんおめでとうございます。ありがとうございます。一ファンとしてお二人のご健勝とご活躍をお祈りいたしますとともに、たくさんの人たちに夢と希望を与えられる番組にしてくださいね。ありがとうございます。嬉しいじゃないですか。ありがとうございました。続きましてラジオネーム2時に眠って5時起きよさんから、短いもうちょっと睡眠、ね、睡眠取ろうよ、ね、ダメよ3時間。あの健康管理士の資格を持ってるエリさんとしてどうなんですか。いや、まあ、3時間ごとにこうの眠睡眠ノンレム睡眠ってあるんですけれども、おうおう、もうそんなちょっと置いといて、おうおう、3時間は少ないかな。あやっぱそうですか。大体何時間寝るといいんですか。できれば5時間は、せめて5時間、はい、なんか人間ってあの7時間寝てくださいみたいな、8時間以上だと寝すぎですよなんて最近言われたりするじゃない。あるんですけど、ね、僕の場合は4時間、うん、たった4時間だともう立ってるのがやっとです。いやいやいや、6時間寝れればなんとか1日立ってられます。いやいやいや、どんだけよ。で8時間以上だったらもう元気ですから。あ元気
でもね8時間寝れるのはすごくいいことですね。そうだからね僕はね大体ねその、うん、ほら深夜に曲作りとかする、うん、ね大体こうやっぱ深夜なんですよ。シーンとしてる中降ってくるんですよ。降ってくる ね、うん、ね。でもそうするとこう作ってるとやっぱ眠たくなってくるんですね。あそうなんだ。それ意味あんの？で曲がなんかこうできました、うん、寝ました、うん、起きました、うんうん、なんて恥ずかしい歌書いてんだって消します。もったいない。で またその日の夜にまた歌を作り始めます。もうそんな繰り返しですよね。さあメールに戻りましてラジオネーム、はい、2時に眠って5時起きよさん、はい、名古屋フォークソングフォーユースタートおめでとうございます。ありがとうございます。ラジチューブの2人の掛け合いが大好きだったので、うんうん、変わらず軽快で小ボケがたっぷり詰まった愉快な番組楽しみにしています。このラジチューブで我々がやっていたね、ありがとうございます、YouTube チャンネル、あ聞いてくださって現在の名古屋チャンネルがありますので、はい、ぜひ検索していただければと思います、はい。さて番組の初回ではありますが名古屋さんにクレームがございます、うん、早速クレームが来ました。お祝いなのにクレーム、はい。名古屋のおっかけになって1年3ヶ月、うん、未だになごみさんのサインをもらったことがございません。いやいや書いてあげなさいよな。追っかけすぎて最近ではステージの上まで追っかけてますが一度も書いてもらってません。近すぎて照れているのかはたまた悪用されると思ってるのか分かりませんがずっと待ち続けていますのでいつか書いてくださいね。書いてあげてよ。だってひらがな3文字じゃないか。なごみってね違うもん。平和の和スラッシュなごみですからね。長い長い。NAGOMI ですから。まあ、サインするときはなごみでね、あの和になごみですから ね、あのひらがなでねなごみですから。そっかそっか。お二人とも、うん、体を大事に息の長い芸人を目指してくださいな。芸人ね、わかりました。芸人なんですね。行っちゃいましょう芸人。ありがとうございます。はい、まあ、サイン書いてないということなんで、うん、これからもあのネタとして書きませんので、でまたあの10年後経った時にあの追っかけ歴11年と3ヶ月なんですけどってこう書いていただきたいなと思います。あの時言ってたんですけどね。よろしくお願いいたします。まだ書いてないんかいって。本当だよね。そしてじゃあ、ですね、はい、時間もねもうあっという間に過ぎてきますんでね、もう一通だけ読んだら、このリクエストがありますんで早速このリクエスト答えていきましょうね、はい。ラジオネームなっちゃんパパさんです。ありがとうございます。なごみさんやらえりさんやらこんにちは、うん、こんにちは。陰ながらいつも応援しています。ありがとう。もっと表に出ていいんですからね、うん。なんか池袋のラジオ局のレギュラー番組を持てたようで嬉しい気持ちが半分、都会に染まる名古屋が遠く離れていくようで寂しい気持ちが半分。どんな多摩地区の田舎で活動していた2人が田舎という田舎で活動していた2人が池袋という都心で活動できるのかとにかく心配です。都会は怖くないか、パスモのチャージはできたか、改札通れたか。通れるわ。そんな親心からリクエストします。さだまさしでかかし。なるほど。確かにね、まあ、元気でいるか、まあ、そうね、そうだね、最初そうだもんね。そう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 、元気でいるかも ね街には慣れたか、ね、ね、それなんだね。都会は怖くないか、パスモのチャージはできたか、改札通れたか。でもこれさ久々に電車乗るとさ、いやわかんないです。切符の買い方とか、いや私あの先日パスモを忘れまして、うんうん、パスモ持ってくの忘れちゃったんですよ、はいはい。で切符、うん、切符と思って、うん、いや切符ちょっともう何年も買ってないので切符ね、うん、切符どうやって買うんだろうって、うんうん、でまあ、もうタッチパネルになってるし、はい、乗り換え乗り換え、うん、乗り換えね。で今いろんな線が地下鉄とかね、乗り入れてるでしょ、うん、どうやって行くんだっけ。もうそっからもかとにかくもう切符も買ったらどこに入れとこ う、ね、入れる場所も考えたことないじゃないですか。切符入れそうです、ね、昔はあったけど、そういう定期券のところにとか、あなるほど、切符が常にねこう必要なだった時。そうか、だいたい僕はポケットに入れて、うん、降りる時にその切符が折れてるっていう、まあ、そういう感じでしたけどね。だからその切符も握りしめて、うん、もう出ぐ、ね、もうずっと握りしめてましたよ。あそうですか、そうなりますか。いややっぱり温めてましたずっと。あやっぱり、うん、切符はやっぱり不便ね。不便だなと思っちゃった、ね、久しぶりに買ったら買うとそうなるよね、ま、難しかった。確かにね。はい、はい、じゃあということで、うん、記念すべき第1回目、はい、1曲目いきますか。1曲目いきましょう。はい、ということで、はい、ラジオネームなっちゃんパパさんからのリクエストです。さだまさしでかかし。さだまさしでかかしでした。名古屋リフォークソングフォーユー。ワン、ツー、スリー、フォー。
はい、ありがとうございました。聞いていただきましたのはなっちゃんパパさんリクエストで、さだまさしさんのかかし、いいですね。本当でもちょっとこう時代を感じるよね。そうです ね、 ね、さっきのパスも持ったかとかさ、確かにね、通れたかとかさ、まあでもこの曲をリリースした年はパスもまだない ね、 ないからね。だからすごく時代を感じる、まだあの自動改札もないね、切ってた、うん、そう、パチンパチン、パチンパチンね、あれいつも持ってすごい早かったよね、カチャ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 、うまい人いたからね。あ、プロだよね本当に。カチャ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 、リズムよ。そう。気持ちよかったよね、あの音もね。そうなんです。でないのにカチャカチャやってたりね。来ないのにカチャ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 。そう。暇なんだろうね。懐かしいなと思いながら、はい、聞いてましたけれども。はい。まだねこのねかかしを作った時っていうのはさださんまだ子供がいなくて。そう。だから何を想像して作ったのみたいなね。でもやっぱそういう親心、自分がもしそうだったらこうだったらっていうのを考えて作ったのかな、ね、まあ、これをね加山雄三さんがね大好き で、 そうで、よくあのさださんね夏長崎からっていうのこう、はい、コンサートやってたわけですよ、ね、8月のねその6日に長崎県、はい、長崎から広島の空に向かってずっとやってたんですよ、はい、でそこでいろんなゲストが来る中で加山雄三さんも、あ、毎回来てくれて、そうだったんですね。で、うわ、もう加山さん大好きで、元気でいるかって、なんかちょっとなんか違うな、ね、歌ってたらしいですよ。ちょっともうちょっとスムーズに言ってほしかったけど、ね、この曲もでももうね、本当好きな人が多い、はい、私もよく知ってます、ね、代表曲ですよね。さあ、またあのメールに戻りますけれども、はい、続きまして、ラジオネームこれね、ラジオネーム後で読む、なごみさえりさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。そしてラジオレギュラー決定おめでとうございます。ありがとうございます。これからも素敵な歌声と素晴らしい楽曲、そして2人が作り出す癒しの空間で我々を楽しませてくださいね。癒されるかな、大丈夫かな、ラジオではさらにパワーアップしたお二人の掛け合いが聞けることを楽しみにしていますよ、はい、リクエストもありましてね、リクエストは僕のオリジナル曲ですね、はい、オリジナルソングから大人の童話でお願いしますね、ラジオネーム思い出の少ない九十九里浜さんに、いや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 、かわいそう、なんかちょっとかわいそう、なんだろう、なんか思い出の少なすぎのもかわいそうだね。これあの、エリさんの大好きなペペペンペペペペペですよね。だらだって今ちょっと踊ってますけど、踊ってます、見えてます、全く見えてないですね。見えてない、ね、大好きよこれ、ありがとうございます、さあそれからラジオネームギャロルさん、ギャロル、ギャロルさん、ね、ありがとうございます。YouTube 楽しみにしておりました、そしてラジオになると聞いてまた楽しみが増えました。で、ギャロルさんもリクエストありまして、バンバンのいちご白書をもう一度、花嫁、橋田典彦とクライマックス、風、橋田典彦とシューベルツ、いやいやいや、イムジン川、ザ・フォーク・クルセダーズ、うわ、いっぱい来てるね、え、いいですね。あのこれ今回ちょっと本当時間ないので、そうですね、また別の機会に、はい、これあの一個一個答えていきたいなと思うので、そうですね、来週も聞いてください、はい、強制です、急に強制、続きましてラジオネームふなさん、ふなさんありがとうございます、栃木県出身40代後半の男性の方です、うん、まあ丁寧にご丁寧に、そこまでもういいですね、ありがとうございます。ラジオっぽいですねこれね、名古屋さん、ラジオ番組おめでとうございます、ますますご活躍を期待しています、初めての投稿です、ありがとうございます、今日が初めての番組ですから、ありがとうございます。まあね、これもう冷たい言い方が、もしかするとね、あのラジチューブの時もこうずっと聞いてたね、かもしれませんね、はい、ありがとうございます。ここ2年くらいでお腹周りがやばいです、健康診断でも痩せろと言われており、自分なりに気をつけているのですが痩せません、スタイルの良いお二人が羨ましいです。月並みですが、何か意識していることなどあれば教えて、ちょんまげ、ちょんまげ、ちょんまげ、そうで、じゃあ教えてあげる、ちょんまげね、なんだろうね、あのどういう言葉ですか、でもね、やはり40代後半となりますと、はい、まあ、女性も男性も痩せにくくなってしまうんですよ、体質的に。あ、やっぱ落ちにくいもんですか。落ちにくいもんなんです、で、まあ、やっぱりあの新陳代謝がなかなかこう、ね、うまくこう、なんだろうな、まあ、動いてはくれてるんだけども、どうしても、そう、落ちにくいというのはそういうとこなんですよね。なるほどね。代謝が悪くなってくるんですよね、それがまあ普通なんですけれども、もし可能であれば、はい、食事、和食に変えてみてください。和食に、なるほど、はい、和食に変えるだけで、ぐんと落ちます。やっぱ洋食、和食、まあ、中華とかも、まあ、中華とかいろいろあるんですけど、和食っていうのはやっぱりどうなんですか。いや、和食はね、何が違うんですか。やっぱりあの油、動物性の油タコは、やっぱり取りすぎると
コレステロールだったりとかはははは増えますよ ね、 なるほどね、脂肪がね。なるほど。だけど和食ってほらあまり動物性の油を使ってたりとか、うんうんうん、少ないんじゃないかと思うんです。そういうもんなんだね、うん、要はイタリアンとかもそうだ、パスタ、うんうんうん、ね、結構油使いますよね、はいはいはい、オリーブオイルだけれども、うん、やっぱりトマトソースだったりとか、いろんな油、いろんな油が入っちゃうんですよ。なるほどね。パスタもそうで、まあ、私もそうですけど、パスタは和風にしたりとか、あとはもうさっぱり食べれるものにしたりとか、はあはあはあ、お肉はしゃぶしゃぶにするとか、茹でるとか。あ、茹でる、なるほど。油で炒めないで茹でる。はあ、そうするとまた違うんですね、うん、だからパスタも油使ってもいいけど、うん、入れる具をねちょっとさっぱりめに鶏のささみとか胸肉にしてみるとか。じゃあエリさん基本和食がメインってことですか。和食好きですよ。あ、うん、私も経験ありまして1回だけダイエットしたことあるんですよ、うん、はいはい、やっぱ1ヶ月で5キロぐらい痩せたかな。あ、そんなに1ヶ月で、うんうん、それもやっぱり和食に変えて。和食に変えて、もう外食するときも和食。あ、そうですか。にしてみました。ふなさん、それやってみてください。そう、あのね、どうしても食べ物っては制限ちょっときついんですけど、うんうん、減らすよりもじゃあ和食にしてみてって私は言ってます。なるほどね、うん、でもこれは本当一つのやり方なので、まあ、一つの方法ということね。はい、まあね、絶対っていうわけではないんですけれども、うんうんうん、僕は散歩してます。あ、いやいや、かっこよく言うとウォーキングしてます。いやいやいや、まあそんな感じですね。リクエストは泉谷茂さんで春夏秋冬お願いしますということでね、これまたね、また違う時に流したいなと思うんで、また来週も聞いてください。お願いします。出た、出た。どうしようかな、あのね、弾き語りのコーナー、はい、せっかくだから入れたいなと思うんだけど、うん、なんかさ、もう時間ないのよ。ないね。どうする、やっちゃう。いや、やってみる。行ってみよう。行ってみる。行ってみよう。かしこまりました。はい、そうしましたらですね、うん、ラジオネーム5人兄弟の次男坊、過去48歳さんからいただきました。ご丁寧に。なごみさん、えりさん、こんにちは。こんにちは。著作権利用許諾とこギリギリで歌を披露してくれる番組ができたと聞いたんですが、こちらでよろしかったでしょうか。間違いございません。先月うちの両親が結婚50年の金婚式を迎えました。おめでとうございます。おめでとうございます。父と母は毎日私たち兄弟に笑顔で過ごすように、うん、辛いことがあっても笑っていれば乗り越えられると教えてくれました。うん、両親の二人の今までの道のりは相当長く厳しかったに違いありません。感謝の意味を込めて両親にこの歌を歌っていただけたら幸いです、はい。リクエスト、海援隊、思えば遠くへ来たもんだ。来た、よし、行ってみよう。行こう。踏切のそばに咲くコスモスの花揺らして、貨物列車が走りすぎる、そして夕日に消えてゆく。重視の頃の僕はいつも冷たいレールに耳を当て、レールの響き聞きながら遥かな旅路を夢見てた。思えば遠くへ来たもんだ。ふるさとを離れて6年目。思えば遠くへ来たもんだ。この先どこまで行くのやら。筑後の流れに小舟釣りする人の影、川面に一つ浮かんでた。風が吹くたび揺れていた。二十歳になったばかりの僕は別れた女を責めながら、いっそ死のと泣いていた。恋は一度と信じてた。思えば遠くへ来たもんだ。今では女房子供持ち。思えば遠くへ来たもんだ。あの頃恋しく思い出す。
夜汽車の汽笛聞くたびに僕の耳に遠く近くレールの響きが過ぎてゆく。思えば遠くへ来たもんだ。振り向くたびにふるさとは。思えば遠くへ来たもんだ。遠くなるような気がします。思えば遠くへ来たもんだ。ここまで一人で来たけれど。思えば遠くへ来たもんだ。この先どこまで行くのやら。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。聞いていただきましたのはラジオネーム5人兄弟の次男坊さんからいただきました海援隊で思えば遠くへ来たもんだでした、うん、はい、ありがとうございます。まあ、こんな感じでね、うん、週に1回ぐらいは、はい、この放送の中でね、はい、歌を届けていけたらなというふうに思ってます。はい、引き当たりのコーナーということでね、いいと思います。はい、はい、入んなかったら喋りすぎだということで、ご容赦ください。本当だよね。ということでね、もうラストの時間となりました、はい、ラストなんですけれども、はい、毎月、僕の曲を流して終わると、うん、で、毎月1回1曲という感じなので、じゃあ今月はこの今バックでかかっている曲ですね、はい、せっかくなので思い出の少ない九十九里浜さんからいただきました、この大人の童話という曲ね、僕の曲でございます。思い出作ろうよ。これ、ね、そう、僕の、10曲入りのアルバムがありまして、はい、歌の贈り物っていうね、はい、その中から1曲、うん、今月はこの曲を届けてお別れしたいなというふうに思っております。かしこまりました。1回目の放送どうでした？いやちょっともうね走りすぎましたね。バタバタでしたね、まあでも楽しくこれからね、たくさんの方に聞いていただけるように、そうだね、はい、心がけながら楽しくトークをしていきたいと思います。そうですね、こんな感じで30分、来週も駆け抜けていきますので、はい、ぜひ聞いてください。よろしくお願いいたします。ということで、名古屋フォークソング for you、はい、今日はこの辺で、 この辺でまたね、また来週。最後の電話が途絶えた時さよなら。